皆さんこんにちは。モータースポーツ MC のマキエです。オーシャンでのアイルトンヤスカップの続きです。ファンクイ競争からスタートして思いっきりバトルを楽しむ、そしてゲームも思いっきり楽しむで走る。マシーンは2種類、ソリとビレルを使い分ける。またバトルで前半終了いたしました。ここまでお先にどうぞ。地元のチームがトップ快走中です。さあ後半は一体どうなるのか、しかとご覧ください。前半はパンクイルマン式スタートだったんですが、後半はこういう風にねローリングスタート。今最後尾の久保誠選手が早くも中段に来ていますね。前半はソリで頑張っていたわけなんですが、後半はビレルに乗り換えてここから追い上げるというところですね。もう開始2周で7台ぐらい抜いてますね。さあこれ前半の動画にいっぱい出てくれた川福選手も快調に飛ばしています。後半はソリですね。やっぱり速い人が乗ると何乗っても速いんですよね。でこれは1コーナーのスタンドから見たところなんですが、オーシャンはこういう風にね前傾が見られますよね。すごく見てて楽しいサーキットです。こちらは1コーナーの方を見たところですね。こういう風に1コーナーのバトルもじっくりと見ることができるんです。だからちょっとこう道の駅みたいな立地条件でオーディエンスの方も非常に多いですね。さあ久保誠選手激走です。開始5周ぐらいかな、もうこのトップの後ろに来ましたね。お先にどうぞの後ろに張り付きました。とにかく速いんです。これねお先にどうぞのお二人は生きた心地しないでしょうね。ただお先にどうぞこの走りだけじゃなくてゲームも絶好調でした。しかしやはりここは世界チャンピオンの久保誠選手トップに立ってどんどん差を広げていきます。はい、けん玉中の久保選手ですね。めっちゃ惜しい。まあ、こうやって見てると皆さん真剣なんだけど、このゲームもね一つの競技なんです。そこも楽しんでいただけたから良かったかなっていう風に、ね、思いましたね。まあ途中もいろいろありましたけれど、常に ILC1 が速さを見せて、お先にどうぞとの差を広げてトップチェッカー貫禄勝ち、おめでとうございます。まあ、この動画前半後半に分けてですね作ったわけなんですけれども、途中ゲームがあってもやっぱり早かった ILC1 さすがでしたね。で終わった後もみんなでこういう風に健闘を称え合う、この辺がアイルトンヤスカップのいいところですよね。 ILC1 のお二人おめでとうございます。でこれはね僕らのチームですね、ユリフワカート部水曜会、急遽寄せ集めだったんだけど頑張りました。リザルトはご覧の通りとなっています。で実はですね耐久レースだけでリザルトが決まるわけではなく、スプリントレースもあり、さらにその後、まあ、エキシビションマッチっていうのがあったんですね。でこのエキシビションなんですが、久保選手と川福選手が毎回最後尾から追い上げるという、2人にとってはなかなかのトレーニングになったんですけども、常に2人ともポディウム圏内でフィニッシュするっていうのが、世界中で活躍している方っていうのは違いますね。で参加した皆さんもお二人と走ることができて嬉しかったと思います。この日は3時間耐久レースあり、そしてスプリントレースが6レースあり、さらにエキシビションが3つあり、本当にもうクタクタになるまで皆さん走ってもらえたんじゃないでしょうか。エキシビションマッチラストレースはですね、比較的体重が重い方が集まりましたね。このオンボード実は僕です。で、フロントロー2番手からはアイルトンヤスさんがスタートということですね。マシンはみんなソディを使っています。ローリングがすごい遅くて、もう本当にアリンコが歩く速度かと思いきやいきなりアクセルオンっていうね。フロントローの2人が勝負強さを発揮しましたね。で僕ちょっとねここうっかりしてたのね。するとどんどん抜かれてって、
もう気づいたら後ろには1台しかいなかった。いやーしんどいわ。これでも僕全開で走ってるんですよ。走ってるんですけど全然追いつかない。まあとりあえず走っとくかみたいな。ただこういう風に密集してくると僕にもチャンスがなかった今僕を追い抜いていったのが小辻さんですね。レッドブルカートファイト2位に入った小辻さんです。でこの最終コーナーやっぱりねこの速い人ラインがうまい、ラインがうまい。でホームストレートで結構前が使えてるんでこれはね一つ目のヘアピンでチャンスがあるかなと思って僕も周りを見ています。あーやっぱりガッツンコ、もう一つ目のヘアピンでぶつかったねごめんねと前に行ってっていう風に言ってますよね。みなちゃんね、スタッフのみなちゃんが前に行ってくれました。これで全てのマシーンに僕は抜かれたことになります。もうあとは本当に超エンジョイですね。ということでアイルトンヤスカップ皆さんに楽しんでいただきました。いかがだったでしょうか。このロングコースのオーシャンというのはなかなか見ることができなかったんで本当に、まあ、乗ってても楽しいですよね。僕も次はしっかりとこれこそ練してですねあと2秒上げて参加したいですね。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。マッキーでした。バイバイ。